ロバート・ファルコン・スコットは、イギリスの海軍軍人、探検家。南極体験家として知られ、1912年に南極点到達を果たすが、木と遭難し、死亡した。1868年、醸造業を営むジョン・エドワード・スコットの長男として、誕生。無人の家系であり、13歳で海軍兵学校に入学する。15歳で、士官候補生となる。 1888年、海軍大学を卒業。1899年、少佐だったスコットは、王立地理学協会による南極体験計画を知り、隊長として参加することを熱望する。翌年、中佐に昇進し、その年に当たった。1901年から1904年にかけて、第一回南極探検が行われた。この際、アーネスト・シャクルトンらと共に、 南極点到達を目指し、残り7 3 3トルの地点まで迫っている。また、ペンギン生態観察等を行い、南極に関する多くの科学的知見を得て、高い評価を得、帰国と同時に大佐に昇進する。1904年には南極探検の功績に対して、王立地理学会から金メダルを贈られた。1908年に、 彫刻家のキャサリン・ブルースと結婚。1909年9月、彼の南極体験計画が発表され、同年12月には自ら予備役に転じ、資金調達に奔走する。前回の南極探検は国家的プロジェクトだったが、この時の探検は、その立案からスコット個人によるところが大きい。 1910年から1912年にかけて南極探検が行われた。学術調査だけでなく、ノルウェーと人類史上初の南極点到達を競うことになるが、2着に終わり、さらにキロ1912年3月29日、死去した43歳ボーツ。同年10月に救援隊により、遺体が確認され、遺品の一部が回収された。 ロンドンのウォーター・ループレイスには、フランクリン遠征を率いての北極探検の半ばに、死亡したジョン・フランクリンの銅像と並び立つように、スコットの像が建てられている。この銅像は、キャサリン夫人が制作したものである。氷に閉ざされた、テラノバ号の S1910 年6月1日、スコットは、テラノバ号にて、第二回南極探検に出発する。 この探検には8000名の希望者から選抜された33名の上陸隊員が参加し、南極の科学的探査を行うとともに、世界初の南極点到達を目標としていた。同年ロアールアムンセン率いるノルウェー隊は、北極点到達がロバート・ピアリーの米国隊により達成されたことを知り、目標を南極に変更。10月12日、オーストラリアのメルボルンに、 10月27日にはニュージーランドのウェリントンに到着。ここでノルウェーのアムンセン隊も南極点到達を目指すことを知る。なお、スコット本人は資金調達のため別行動を取った。両隊とも1911年1月には南極大陸に上陸し、翌夏の南極点到達を目指し、デポの建設等準備を進めた。この冬の段階で、 すでに馬は10頭まで減っている。また、ウィルソンやキャンベルを中心に学術調査も行われた。1911年1911年10月、マクマード湾での越冬を終えたスコット隊は、エヴァンス岬から南極点に向け出発する。雪上車2台による、先発隊が10月24日、そしてロバートスコットが率いる馬ゾリの本隊が11月1日に出発した。しかし、 これに先立つ10月19日には、より南極点に近いクジラ湾から、アムンセンの犬ゾり隊も南極点を目指し、出発していた。出発前にアムンセンは、スコット隊の隊員と会見した時、ソリ犬を譲ろうと申し出ているが、イギリス側はその申し出を断っている。スコット隊は2台の雪上車を投入したが、これは、エンジン付きのソリといった代物だった。 スコットの機体に反して一週間足らずで、両方ともエンジンが故障し、修復不可能になってしまったため、南下は困難を極める。また、羽織っていた毛織物の防寒具が水を吸って凍りついてしまい、体温の管理にも支障をきたす。主力の馬も寒さと疲労、餌の欠乏で次々と失い、南下のペースが徐々に鈍ってゆく。12月2日、 ついに食料節約のため最後の一頭も射殺せざるを得ない状況に追い込まれ、しまいには人力でソリを引かざるを得なくなった。この時点で4人1組で A 引きするソリが3台、犬ゾリが2台となる。12月11日、まず犬ゾリ隊が帰還。同月22日に4名が帰還した。南極点到達メンバーウィルソン、スコット、エヴァンズバウアーズ。 オーツ1912年1月4日に、南位87度32分の地点でグループは分かれ、エヴァンス少佐ら3名が帰還した。最終的に南極点を目指すのは、スコット、エドワード・ウィルソン、ヘンリー・バウアーズ、ローレンス・オーツ対位、エドガー・エヴァンスの5人に絞られた。スコットが直前になって、バウアーズを加え、当初の予定より1名多い。1月9日、 かつてシャクルトンが到達した難易88度23分を超える。翌10日、最後のデポを建設。1月17日18時30分頃、スコットたちはついに南極点に到達した。翌18日に英国国家を建てる。しかしその時はアムン戦隊が南極点に到達してからすでに約1ヶ月も経っており、極点には ノルウェーの国旗が建てられていた。極点から3キロメートルほど離れた場所にテントが設営され、食料、防寒具、手紙が置かれていた。映画などでは、劇的効果を高めるためにアムン戦隊に先を越されたことが南極点到達時に初めて判明したように描写されることが多い。しかしスコットたちはそれ以前にアムン戦隊のソリの滑走痕を指認しており、 遅くとも1月16日には彼らに先を越されたことはほぼ確実であると認識していた。1912年3月29日、スコットの最後の日記。内容には、We shall stick it out to the end, but we are getting weaker, of course, and the end cannot be far, it seems, apt, but I do not think, I can ンライ t モ more, R. Scott, last, entry for most sacred after our people と記載されている。失望に覆われたパーティーは、きっと3月29日までに全員が死亡した。エヴァンズの衰弱と凍傷は激しく、2月16日に最初に死亡した。しかしこのような状況にあっても、ウィルソンを中心に標本採集を継続していた。さらに不運なことに、 2月から3月としては、例外的な好転が続いた。また、前年に、デポに貯蔵した燃油も、冬と夏の気温差により缶が損傷したため、著しく欠乏していた。続いて、大津が足に重度の凍傷を負い、自らを見捨てる、よう嘆願するようになった。彼が重体となった3月14日、スコットは日記に、傾向していた。 アヘンモルヒネの使用をウィルソンに相談したことを記した。3月17日の朝、オーツは、I am just, going outside and maybe some time は、イギリスの名誉に対する隊員の働きを称え、遺族への保護を訴え、キャサリン夫人に対しては、ふさわしい男性と出会えば、再婚を進めるという内容のものであった。生還した、探検隊員たちは、 翌1913年1月22日に南極を離れ帰国の途に着いた。スコットとウィルソンとバワーズの墓スコットたち3人の墓は1912年10月の救助隊の手によって南極の最後の地に作られた。救助隊は大津の行方も探したが、スコットが置いたと見られる寝袋のみが見つかっただけで最終的に大津の遺体探索は断念している。 赤、アムンセン隊、緑、スコット隊、スコット隊が、ロアールアムンセン隊に敗れ、遭難死した理由については、その当時から、数多くの者が分析を行っている。中でも、スコット率いる南極探検隊に参加し、スコットたちの捜索隊にも参加した、アスプレイ、チェリーガラードラは、スコットがアムンセンに遅れを取ったことや、遭難死に至ったその敗因について、 以下のような分析を残している。この他にも、アムンセンは、北西航路の探検時に越冬した際、地元のイヌイットから、犬ぞりの使い方や、毛皮を使った防寒着の作り方など、艦隊での生存術を学んでいた。また隊員は、クロスカントリースキーが盛んなノルウェー出身だったため、スキーによる長時間の滑走にも慣れていたが、スコット隊は、 そのような技術や知識を持つ人間がいなかったことも要因とされる。何よりも、スコットとアムーンセンは、南極探検の動機が全く異なっていた。アムーンセンは、子供の頃から純粋に、極地探検を人生の目標としており、南極探検はあくまでも、アムーンセンの個人的な動機によるもので、探検の途中で重大な危機に遭遇した場合には、 アムンセン自身の判断で引き返せる用地もあった。これに対し、スコットは大英帝国の威信をかけた国家事業の代表者として選ばれ、国家の期待を一心に背負って南極探検に臨んでいた。そのため、失敗しても失うのは極地探検家の面目だけの気楽なアムンセンと異なり、スコットは探検の初期の段階で、雪上車の故障や馬の全滅といった、 想定外の危機に見舞われても国家の期待に背いて引き返すことを潔しとせず職業軍人としてのプライドもあってそのまま死へと向かって前進を続ける以外に選択肢がなかったとも言える。毛皮の防寒着を着たアムンセン両者の防寒服はバーバリー社が開発したギャバジンをベースにしたものであるがギャバジン自体には防寒性がないことから防寒素材を組み合わせることとなった。 この選択で、アムン戦隊の防寒服は、イヌイットの伝統に基づきアザラシの毛皮などで作られたのに対し、スコット隊の服は牛皮を重ねた形状の防寒服であった。通常環境下なら、防寒性能に大差はない素材であったが、水上で生活するアザラシに比べ牛皮は耐水、及び撥水性が劣っていることが致命傷となり、スコット隊の防寒服は、 汗などの体から出る水蒸気を吸い込み氷結し防寒機能を喪失。結果、スコット隊のメンバーの体温は次第に奪われ、最後は保温の役目をほとんど果たしていなかったとも考えられている。南極の最深部の気候はスコットの想定をはるかに超えており、1トンの荷物を引ける大型場に至ってはデポを設置するための往路の段階で次々に喪失しているなど、 彼の用意した装備は南極の気候に耐えられなかった。犬ぞりはスコット隊も用いていたが、小規模かつ極めて限定的な補助用途であった。前回1901年の南極探検の折、スコットは訓練不足の犬が使い物にならなかった反省として荷物の移動手段を馬と機械に頼ったのが、あだとなり、両方とも途中で使い物にならなくなった結果。 最終的に人力が主体となってしまった。ただし、人力を主体とすることが必ず失敗につながるわけではなく、事例として、ノルウェーのフリチョフ南線は1888年から1889年にかけてのグリーンランド横断の時、2ヶ月間人力でソリを引き、5人の隊員を一人として書くことなく探検を成功させている。当初、 南極点到達隊は4人の予定で、資材、食料などを計画していたが、スコット自身の判断で土壇場で5人にしたことも影響を与えたのは否めない。一人の増加とはいえ、4人用テントでの十分な休息は困難となり、荷物の増加に伴い移動時間も増大するなど、探検の末期にはその悪影響が甚大であった。これは一人でも多くの隊員に、 南極点到達の栄誉を分け与えたいというスコットの情によるものと考えられているが真相は不明である。なお、最終的にはスコット隊と同数で南極点を目指したアムーン船は資材の重量増より隊員の休息を優先し3人用のテントをカスタマイズして5人が十分休息できるテントを作っていた。スコット隊のルートは 約 1500km と若干長距離であるものの大部分がシャクルトンなどこれまで数字のイギリス体験体により投破済みのルートで地形やコースコンディションなどはほぼ把握されており未知の部分は全体の約1割の 155km に過ぎずリスクは比較的低いと見られていた一方アムンセンが選択したルートは直線距離こそ若干短いものの 1> 約 1150km の全行程が未踏破で、あるどころかベースキャンプを設置する上陸地点からしても誰も上陸したことがなかったという文字通り手探り状態からのスタートであった。結果としてアムン戦隊のコースは比較的平坦なコースでデボの設置も滞りなく行えるなど、本来の位置にデポを設置できなかったスコット隊と対照的な結果となった。 しかし、スタート時点では、その事実は判明しておらず、コースの状況次第では大回りもしくは探検中止を余儀なくされていたか、スコット隊と同じく、何らかのアクシデントにより遭難していた可能性すら、あった。このため、単純に距離の長短を持って、スコット隊が不利だったと判断できないという意見もある。純粋に南極点到達だけを目指したアムーン戦隊と違い、 スコット隊は、学術的に大きな価値を持つものが含まれていたとはいえ、35ポンドに及ぶ標本を最後まで手放さずに持ち帰ろうとしていた。その分、スコット隊の隊員たちが運ばなければならない、荷物の重量はより増加していた。ウィルソンのスケッチによるテント内の様子、西堀英三郎は、両者の追い立ちや、隊の運営の仕方にも原因があることを指摘している。 まず、アムンセンは少年の頃から極地探検家になることを夢見て必要となる準備を進めてきた。一方のスコットは南極探検の計画者である王立地理学協会長のクレメンツ・マーカム教によって隊長に抜擢された。その理由はスコットがたまたまマーカム教のいとこと同じ海軍の部隊に所属していたからである。言うなれば、スコットの極地探検は マーガム教によりお膳立てされていたものであった。このことから南極行きを志した時点ですでに両者の間に心構えの差ができていたと指摘している。また、アムンセンは隊員の自主性を尊重するチームワークで運営したことに対し、スコットはイギリス海軍式の階級制度を取り入れた運営だった点も指摘している。アムンセンの場合は、 隊員に装備品の改良の提案を募集するなどし、隊員全員が三角意識を持って自主的に一つの目的に向かえるよう配慮した。一方、スコットの場合は、階級制度による上位形的な隊の運営が隊員の指揮にも影響し、最新の注意を払うことができなかったものと推測している。西堀は仕事というものは自らが強い、やる気を持ってやるのでなければ、 最新の注意で、など決してできるものではないと、自らの難局体験から指摘している。さらに、アムンセンはリーダー自らが常に、平常心を持って決断し行動できるよう、言ってみて、無理ならば引き返せばいいというような楽観的態度を、心がけた。一方、スコットの場合は、極点到達がアムンセンに先を越された時に、人の不安を覗かせているが、 リーダーが少しでも不安顔を覗かせるとそれが隊員にも伝播し、隊員の不安をも募らせ、平常心を失わせ、重要な時に物事の判断を誤らせることになったと指摘している。ありがとうございます。